STEP エクササイズのレッスン STEP エクササイズのデモンストレーション STEP エクササイズは日常生活で行われている階段の上り下りのような動きをすることで歌詞の大筋群などを活発に動かす全身運動音楽に合わせて踏み台を昇降する形式の有酸素運動である STEP トレーニングもしくはターンに STEP とも呼ばれる 1980年代初頭、エアロビクスダンスが米国から世界へ広まったが、ハイインパクトと呼ばれる動作が多用され、故障者が続出した。ハイインパクトとは両足が同時に床から離れる動作を指し、走る跳ねる動きがこれに該当する。着地の際、足に体重の約3倍の衝撃が加わる。この問題の反省から、ハイインパクト動作を控える流れができるとともに、 エアロビクスダンスに代わる衝撃の少ないエクササイズが考案された。STEP エクササイズはその代表である。ステップ台を音楽にリズムを合わせて、ステップ台を使った昇降運動を行う。単なる昇降にとどまらず、ニーアップ、レッグカールを組み合わせて、下半身を主としたエクササイズである。インストラクターのリードに従い複数の参加者が運動する形式で行う。この形式は、 グループエクササイズと呼ばれ、一回のグループエクササイズをクラスという、STEP エクササイズ用の踏み台は、ステップ台と呼ばれる。もともとは木製の箱を使用していたが、高さの調整ができないことから STEP 社のレイヤーウィンにより現在のプラットフォーム並びに、ブロックの形が発明された。リーボック社が販売しているステップ台で従来から、 使用されているものは縦 1090mm 横 410mm 上部の部分はプラットフォームと呼ばれるこれにサポートブロックと呼ばれるものをつけて高さを調節するサポートブロックを足した時の高さ0段 100mm1 段 160mm2 段 220mm クラスのレベルについては事己参照ステップのクラスは エアロビクスのクラス同様明確な基準があるものでは、ないが、各フィットネスクラブが定めるレギュレーションとクラスへの参加者のレベルに応じてインストラクターがレベルを設定している場合が多い。ここでは日本国内での一般的な傾向を取り上げる。初めてステップ、ベーシックステップなどの名称が付けられており、基本的に初心者を対象としている。 サポートブロックは0段から2段まで体格と希望する。運動強度に応じて自由に選択できる。時間は30から45分程度。60分を超えることはない。基本的な動きが中心となる。また上半身の動きをつける余裕があるため、上半身の動きをつける場合がある。対象が初心者であるため安全性が重視されている。またインストラクターも初心者に分かりやすく。 教えるため同じ動きを反復する。様々な動きを取り入れて、動きの変化に富むクラス。一般に、初級者向けのクラスから大きくレベルを上げているクラスが多い。マンボ、チャチャ、ボックス、ストラドルなどの動きも加わり多彩な振り付けになっている。時間は45から60分程度。トラベリングという手法を使い、後ろ向きに振り付けが始まったり、台の上でターンをしたりする。 また振り付けは基本的なステップから次第に展開して変化していく60分のクラスの場合は大抵にないし3ブロックの振り付けがある。中級よりさらに難しい動き、速い動きを取り入れているクラス、運動強度も高い。振り付けに頻繁にターンやリズムチェンジが出てくる。動きの速さだけではなく振り付け自体もカウントずらし、差し込み、差し替えなどの手法で展開される場合がある。 時間は60から75分。上級者向けのクラスは一般に、地方都市では、ほとんどなく、東京を中心とした、首都圏で開かれている。中級者向けクラスに慣れた参加者が主となり、インストラクターも振り付けを早く展開していくので、慣れていないものにはついていくのがしばしば困難である。リーボックのステップガイドラインからは、外れていて、安全性の観点からは、問題があると言われている。 7五部のクラスでは、大抵四ブロックの振り付けがある。ステップは米国を発祥としているが、二千十一年現在においては、南米、アジア圏、イスラム圏、EU 諸国等、世界各国のフィットネスクラブに、クラスが設置されている。クラスの内容やレベルは、国や地域により、様々だが、先進国ほど品質、難易度、参加者のレベルが高いというわけではない。EU 圏では、 ハウス、ヒップホップ、ラテン等のダンスを取り入れたクラスなどがあり、フィットネスセッションも各所で頻繁に実施されている。日本を含め各国のインストラクターが参加している。アジア圏には音楽のテンポが速い、複数のステップ台を利用する、ブロック数が多いなど、上級者を刺激するレベルのクラスが数箇所にあり、日本のクラスの内容に飽き足らないものが遠征に出向く。 先として人気がある。日本では、レイヤリング等の指導法やクラブのマニュアル等が、早くから確立されていたため、全体的に、インストラクターの指導方法や安全管理に、優れているという評価が、海外から得られている。ただし、丁寧な展開指導を前提に、マニュアルの企画の中で参加者のニーズに応えようとした、結果、日本の振付が諸外国の主流とは異なる傾向が、 生まれているという意見がある。有酸素運動のページを参照エアロビクスダンス同様という特徴がある。また、エアロビクスダンスと比べて音楽のテンポはエアロビクスに比べてゆっくりであり、ハイインパクト動作はほとんど用いられないため、故障しにくい使用する器具の設定で運動強度を変えることができるため、エアロビクスダンスに比べると運動強度を調節しやすい。個々人の体型や体力、 その時の体調により運動強度を設定できる。昇降動作は向きによっては危険である。前向きに降りる動作は膝に負担がかかり、後ろ向きに上る動作はステップ台の位置が見えず危険であるため、共に禁止されている。また、ステップ台からの飛び降りは衝撃が大きいため、同じく禁止されている。しかし現状では上級クラスではこれらが必ずしも守られているとは言えない。 リーボックのステップガイドラインステップリーボックガイドラインズ主にダンベルなどの重りを持って昇降運動を行っても有酸素運動としての効果はほとんど変わらないしかし日本で行っているクラスはほとんどない AB ステップエクササイズ公益財団法人長寿科学振興財団2015年10月6日閲覧 BBM ビートパーミニッツの略 128バイト PM は1分間128泊。ありがとうございます。